ドライバーは、ハイブリッド、バッテリーは、8時間、ノイキャンは、もちろんついてる。技的認証は、もちろん取ってる。マイクの数は、ノイズ除去の片側2マイク。なんか突然僕の考えた最強の低価格 TWS が来たんですけど。というわけで。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、初めて紹介する、ドナーの新商品、ドバドソーン。なんとたったの6000円でハイブリッドとノイズキャンセリングを同時に搭載した、カタログスペックだけでも惹かれる一本だ。今まで、この価格帯でハイブリッド型のイヤホンというと、まず、一番最安値で躍り出た、KZS シリーズとか、TRN の T シリーズ、それから最近では、各社有能な完全無線モデルを発売してきてはいるけど、この価格帯でノイキャンまでついているモデルっていうのは、今まで見たことがないぞ。おまけに、ドライバの内訳の方もこだわっていて、PA ドライバ一発とダイナミックドライバの構成なんだけど、ダイナミックドライバが 12mm と、密閉型では最大クラス。もちろん、装着感に不備はなくて、一般的なこの形状の完全無線イヤホンと変わらない装着感だ。本当に突然ハイブリッドが低価格ノイキャン付きイヤホン界に降ってきたような衝撃なんだけど、何はともあれ、詳しく見ていこう。まずは、外装部分、最初に触れた通り、ドバッツは大型の 12mm ドライバーを採用しているんだけど、外観からは、他社の 10mm クラスのドライバー採用機とそう変わらない印象を受ける。実際装着してみてもその印象はそのままで、扱いやすく、タッチセンサーも押しやすい。背面のエンブレム部分がタッチセンサーの検出範囲となっていて、誤検知も起こしにくいぞ。外装の質感は、この手の完全無線イヤホンらしく、全体がプラ製。ただ、全体がなし地加工で、指紋や手垢が浮きにくいのはいいな。ケースの方もなし地加工で、滑りにくい。ただ、最初から底面がちょっと擦れてるあたりは、海外的な製品の管理って感じがする。どっちにしろこれくらいは使ってや気にならなくなるな。ガンガン使う価格と仕様だと思うので、ここは気にしてもしょうがないと思うぞ。中身について話そうか。まずは、完全無線イヤホンを使う上で重要な、スペック周りから、ノイズキャンセリングを安価に搭載するためか、ドバッツはActX に対応していない、Android スマホなどの場合、SDC による接続だ。ただし、それはどの端末でも最適な性能を発揮できる、ということでもある。実際、接続のコーデックを気にしないなら、全く問題は感じなかった。よくわかんない人はとにかくよし、と思っておけばよい。バッテリーの連続動作時間は、ノイズキャンセリング適応時で6時間、非適応時で8時間だ。この手の大型ドライバーを採用している機種としては、明らかに長い時間が確保されているんだけど、ここも上位コーデックでの接続を制限していることとつながりそうだ。この手のイヤホン、大体連続動作時間かコーデックの品質の2択になっちゃうからな。ドナードバッツは全社を選択して、取り回しやすい機種に仕上がっているぞ。それから、ノイキャン性能とマイク性能について、ノイキャンは、最初に購入した時、聞いてるんだか聞いてないんだかよくわかんないレベル。実は、ドバッツのノイキャンは、手動でレベル選択をできるようになっていて、最初のモードは違和感が少ないものの、ノイキャンも弱いものに設定されているようだった。個人的には、ノイキャンが必要な場面では、ほぼほぼ最強モードで使っていいと思う。また、低音域の連続したノイズ、電車の走行音や航空機の飛行音などに対するノイズキャンセリングは結構こなすけど、高音の騒音や人間の声については、ほぼ効果なしだ。ここら辺は低価格のモデルだと致し方ないところはあるよな。ドバッツは、それら低価格のノイキャンモデルとして9大点のノイキャン能力を持っている、といったところだ。ちなみに、個人的に、このイヤホンの最重要ポイントは、この後述べる音質だと思う。それから、完全無線イヤホンでもう一つ重要な、マイク性能について、ちょっとした通話とかの時に、スムーズにいかないのは結構ストレスなので、通話の予定がある人は、ここも重視するはず。早速、実際に録音したものを聞いてもらおう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。こちらが通常のマイクで録音した音声になります。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。こちらが、ドナー、ドーバッツ1。で、録音した音声になります。どうだった？通常のマイクよりも、ドバッツ1の方が音量が取れていて、外で通話するときに重要な、ノイズキャンセリングもしっかりと効いている。お外でちょっと電話を取るときには、かなり優秀な TWS と言えるだろう。それから、最近の完全無線イヤホンではほぼ必須と言える、管理ソフトウェアももちろん存在する。ドナーの公式アプリ、ドナーコントロールを接続すると、タップ機
機能のフルコントロール、イコライザ設定などの定番機能を設定できる。ちなみに、ドバッツの管理アプリは、イコライザのつまみの数は6、ノイキャンの強度を10段階で設定可能、ゲームモードのオンオフや、最大音量の抑制などなど、他社のアプリに比べて、いろいろとかゆいところに手が届く仕様になっているぞ。特に、ゲームモードは、このアプリで設定するか、設定を変更して、タップ操作の中に組み込まないと動作しない機能なので、ゲームモードとイコライザアプリが必要な人、それから、通常時のノイキャンが弱すぎる、と思った人は、必ずアプリを使って自分好みに設定しよう。それだけでも、このイヤホンに対する印象は大きく変わるはずだ。個人的には、最大音量抑制モードオン、ノイキャンは7から6、イコライザは標準カッコドナーシグナチャーがおすすめだぞ。というわけで、TWS としての性能とか安定性周りに関してはこんな感じ。コーデックこそ、上級のものに対応していないものの、その分いろいろと使いやすく、またカスタマイズ性も高い。必ず標準設定から自分好みに変更することをおすすめする。あ、そうそう、日本国内で流通する TWS として重要なポイントの、日本語管理マニュアルとアプリの日本語対応はもちろんクリア。その他国内法規制もちゃんとクリアしてる。技的認証番号は、Amazon にも書いてあるから安心してくれ。というわけで、足回りには全く問題がないことが分かった。ガジェットとしての面では、実用上満点をつけてあげちゃっていい。じゃあ、イヤホン好きとしては重要な、音質についてはどうなんだろうか？内装から見ていこう。何度か話している通り、ドバッツのドライバは、ダイナミックドライバとバランスドアーマチュアドライバの2台乗せ、つまり、ハイブリッド型だ。このうち、ダイナミックドライバは、普通のイヤホンにも使われているタイプのスピーカーなんだけど、ただでかさは普通じゃない。この手の完全無線ハイブリッドって、基本的に消費電力を節約するために、より小型で感度のいい、6ミリくらいのダイナミックドライバを使うことが多い。この上に、8ミリ、9ミリ、10ミリくらいのドライバが存在していて、それぞれ、大きくなるほどに低音域からサブベースの表現が豊かになっていくんだけど、ドバッツの採用しているのは、このタイプのイヤホンではまず見かけない、巨大な12ミリの直径を持つ振動板を採用した、超大型のダイナミックドライバだ。この低音に強いドライバのおかげで、全体の表現にメリハリがつき、買った人が高評価する音色が作られているんじゃないかな。バランスドアーマチュアは、有線イヤホンで遊んでる人とか、ある程度お高い無線イヤホンを使っている人なら聞いたことがあると思うんだけど、小型で、特定の音域に対して、めちゃくちゃ繊細な音を出すドライバだ。一方で、全体の音色を表現できるほど、鳴らせる音の工程を広くするのは苦手。そのため、でかいけど高音域にもうちょっと明細さが欲しい。クソデカドライバと、高音域が得意なバランスドアーマチュアが合体したものが、このドバッツ1も属する、ハイブリッド。というわけ、ドバッツ1のコンビネーションは、このハイブリッド型の中でもかなり極端なんだけど、最近の低価格イヤホンの品質向上のおかげで、中音域に谷間ができず、しっかりとボーカルも楽しめるイヤホンになっているぞ。ちなみに、このイヤホンは、ノイズキャンセリングありで6時間、なしで8時間の連続動作時間を持つ、このサイズのドライバーを使っておきながら、この長さはかなり強いスペックだ。そういったところからも、音質と使用感のバランスが高めで取れてる、という印象を受けるな。それじゃあいよいよ、音色について話していこうか。ドバドソーンの音質は、元気で楽しい。12ミリのでかいダイナミックドライバのカマス低音域の量感と、カリッと軽快な高音域の組み合わせ。でもって、それらの接続域である中音域もしっかり鳴らせる。基本的には、低音と高音が強い、つまりドンシャリ型に分類されるイヤホンなんだけど、その中でも、高音域がシャープな、感触とか、ドライと言われる傾向を持っていて、低音域はドライバのデカさで物理で殴ってくる。ここら辺のメリハリがはっきりした、いかにも海外のわかりやすいハイブリッドって感じの仕上がりだ。特に、ハイブリッド型であること。それから、12ミリというドライバーのデカさについては、他のこの価格帯のノイズキャンセリング搭載無線イヤホンと比較しても、大きな物理的差別化ができてる。サブベースがめちゃくちゃ重いんだよ。このチャンネルでよく出てる、やたら低音が強い有線モデルとかと比べてもいい。音量を下げても、低音ががっつり重い。それに負けないくらい高音も強い。でもって、ボーカルはどうしても低音が暴れ回ってる時には若干小さめだ。それくらいわかりやすく気持ち良い音色に設定できる、というのは、とにかく音楽に没入したい、バランスはそれほど重視しない、という人には、非常に強い選択肢になる。この手の音を出せるイヤホンは、今のところ、この価格帯だと、連続動作時間2時間、蓋を開けたら90分持たないとかいう、とんでもなく尖ったイヤホンしか存在してなかったんだけど、ドナードバッツ1は、
その音質を実現しつつ、がっちり駆動時間や接続安定性も確保して、とどめにノイキャンまで搭載した。そりゃ全部搭載すりゃそりゃもうお高いんでしょうと思いきや、こんだけ色々手が回ってて6000円なんだよな。そこが驚異的だ。お手頃な低価格イヤホンで、ここまでぶっ飛んだ音と、安定した性能が同時に手に入る日は、もうちょっと先だと思ったんだけど、本当に突然やってきたな。音色を分解してみよう。基本的に、ドバッツの低音域から中音域を担当している 12mm 波、高音域のことをあんまり考えずに、他をパワーで押し流す、典型的なハイブリッド向けのダイナミックドライバーだ。で、そこに、バチーンとわかりやすく DA でパッチを貼った音、それがドバッツ1。パッチは完全に穴を埋められていて、パッチの生地とそれ以外の部分の質感の違いが気にならなければ、ドバッツ1はあなたにめちゃくちゃちょうどいいイヤホンになる、というわけ。それぞれのドライバーの温度感は、明らかに違う。感触傾向の強い高音域と、量感と圧力重視の低音域。高音はクリアで、残響が少なく、結構尖った印象がある。特に刺激的な音が極端に苦手な人だと、イコライザで高音域を少し落としてあげた方が良さそう。中音域は一歩下がる。結構わかりやすい高音低音重視のバランス。迫力で楽しむ機種だけど、このバランスが有効した、2010年代中盤くらいの低価格機と比べると、ボーカル帯域忘れたり、妙に膨らんだりしないで、しっかりと聞き取れる。ただ、高音と低音が強すぎるので、やっぱり主役ではない帯域だな。で、中低音域以下、ここがめっぽう強い、そりゃそうだ。12mm が何の遠慮もなくドカンドカンなってるんだから、12mm のドライバーは、低音側の量感をとにかく強くする。優先モデルでサブベースがとにかく強く感じる、10mm 十字機回路ドライバーがあるけど、それよりも中低音域の持ち上がり方が顕著で、なおかつ超低域までそのパワフルさが続く音、どんな曲でもエネルギッシュに表現してくれるので、曲に集中しやすい。ノイズキャンセリングも入れてやれば、さらに強いアシストになるだろう。空間表現は、それほど重視してなさそう。とにかく全方位、近めでドカンドカンなる低音域、それに包囲されて、若干近めからなるボーカルと高音域、基本的には全部距離感が近くて、明瞭な高音域だけまとまった感じ、低音は全方位で暴れてるぞ。ここら辺はもっとドライバー搭載数の多い優先モデルの方が得意かも。というわけで、総合すると、スペックではしっかりバランスをとって、貴重なノイキャン付き、6000円のハイブリッド TWS、通話もしっかりこなせる、アプリも多機能で使いやすい、と、全方位満点を取りつつ、アホ元気なハイブリッドを出してくれた、それがドバッツ1だ、おすすめだぞ。と、こんなところだな、ドバッツ1は、これ以前の、低価格ハイブリッド無線機と比較して、実用的。この点が重要だと思う。あと、ハイブリッドの下地をイコライザで調整できる、という点でもいいな。強いて言えば、より上位のモデルと比べると、高音のノイズキャンセリングが弱いけど、本当に弱点はそれくらい。これは TWS の勢力図を大きく変える気がする。もちろん、シングルダイナミックドライバーモデルも頑張ってるけどな。と、言ったところで今回はここまで、